私ショックなことがあったからちょっと共有してもいいですか一緒にもしよかったら慰めてほしくてあの私あの髪の毛の話なんですけど多分気になってるのは自分だけだと思うんですけどなんかここの今はくくってるからないんですけど私前髪の左側の量が多すぎるっていう話をよくしたじゃないですかそれで左側多い,多い原因がここにある髪の毛こんぐらいの長さの髪が本当なら後ろの髪なのに いつかど,どっかで切られちゃってそれが前髪貸してるから重いんだよって教えてもらったんですよ。で、だからそこの髪を取って大事に大事に伸ばしてたんですよ。で、昨日美容室行って、で、なんていうのその前回初めて行ったところ、だから2回目のとこに行ったんですよ、今回。いつもじゃ、とこじゃなくて。それで、その方が、 前そこ,をここを伸ばせば治るからもうちょっと頑張って伸ばしましょうみたいに言われて伸ばしてて昨日行って一応久しぶりだったから伝えたんですよ「ここはあのここはこの前伸ばすことになったので切らないです」みたいなの言ったんですよ <laughs> でもそうって見てたら「切ってたんですよ <laughs> えっ?」って思って「えっ?」て思ってそう「えっ?」って思って,って,思ってでも言えなくて言えないっていうかもう切っちゃったからどうしようもないんだけど でそのことをねメイクさんにも話してたの前にんかメイクさんも「ここ伸ばせば治るから頑張ろうね」みたいな感じで頑張って伸ばしててで「明日美容院行くんです」って言って30日にそしたらそのメイクさんも「ここは切らないでね」ってちゃんと言うんだよってメイクさんが言ってくれて <laughs> ちゃんと言ったんだけどなくなっちゃってもう本当にショックなんか全然くだらないことなんですけどもうショックすぎてもうもうね ショックだったんですよもうずっと頑張って伸ばしてあとちょっとのところだったんでまた前髪貸しちゃってうん悲しいまた前なんかそねここが重いって私すぐ汗かくと MG になるっていうのが悩みでそれを直すためにやってたんだけどめっちゃショックだったっていうのをね話したくて話したありがとうごめんなさい全然あの文句とかじゃないんですけどただたらに伸ばしてたのがまた最初からになったのが悲しくて <laughs> やっぱり慣れたとこに行くのがいいですね <laughs> 今そのね切っちゃった髪はメイクさんがここにうまいこと入れてくれて前髪がね左右対称になるように作ってくれたの今。っていう腹ついでそうそうそうきっとるやろしかも私ね結構今回は本気だったから2回言ったんですよ前回ここを伸ば,し伸ばすってことなんで今回ここは切らないでって言ってでそれで前髪切る時その人はここを持ったから「あそこは」って言ったら。 うん分かってるって言ったんに。言ったやんけ。この、で、それでね、メイクさんに話したの、そしたら、偉いよ。意見言えない香りちゃんが2回も寝押ししたんだから偉いよって慰めてくれた。結果切られてるんだけど。そう。涙目になってなかった。え、涙目じゃないけど、わわーって思った。ちょっと。はぁ、なくなった。今絶対に切り落としたなって思った。 カウタンが切れてる。うん、切れてない。切れたのは髪が、髪の毛。髪の毛が切れちゃった。心の中で実況してそう、してたしてた。やばいやばい。あれその髪持ったダメだよ。それは切っちゃダメだよ。ダメだよ。それは伸ばす約束でしょっずっと心の中で言ってた。<laughs> あれ今言ってたよね。え完全に今落ちたよね。髪の毛。あれえ切っちゃったのえ本当になんでどうしてってずっと言ってた。伸びるのに何ヶ月かかるのえ、でも、2ヶ月か3ヶ月はかかりそうだな。 こうやって今みたいにしまえたら気になんないんだけどさ。しかもね、ここのね、ほんとはここのある長い髪の毛があったんだけど、それ、もう切られちゃったの。だから、ここで、こういう髪した時にここを巻くっていうのができなくなっちゃって、もうね、ダブルショックなんですよ、もうほんとに。全部前髪になっちゃって。 前髪重くなるし、巻く髪もなくなったし、もう悲しくてしょうがない。だからメイクさんがここから出してあげるよって <laughs>、泣けなしの毛を出してくれました。<laughs> これなかったらさ、ただのこういう、なんていうの、真面目。真面目っぽい感じになっちゃうけど、これでちょっとおしゃれに見て、この泣けなしの薄い毛 <laughs>。めっちゃ薄くないですか、ここ。なんならもうないですね。う はげとるやないかいって分からうち、実はここはげてるんですよ、なぜか。こっちはそう、こっちもそうか。薄いんですよ、なんと。<laughs> ここの辺。なんでし珍しく結構根に持ってるね。<laughs> もう今回は本当に根に持たせてください、もう。もう根に持ルーマーです、本当に。